それでは今回できた野菜楽器たちを紹介していきましょう。はい、それではいつもの人参を借りながら。そして今回できました大根のオカリナです。さあ、これはさっきのオカリナよりオクターブ音が低いです。さあ、ブロッコリーオカリナも作ってみました。今回は濃いブロッコリーしか手に入りませんでしたので、あんまりいい音が出ませんでした。そしてスライドタイプの人参オカリナ、今回の人参オカリナ歌口が違います。ここから息を入れると音が出ます。こんな形になりました。パプリカにも穴を開けてみました。ここから息を入れるとこんな音がします。フクロウみたいです。そして人参パンパイプ、さあ、これに息を入れるとアスパラガスでも作ってみました。でもあまりいい音がしません。さあ、そして最後にベジタブルオーケストラでも登場していた人参とパプリカのトランペットです。今度紹介しますね。はい、ありがとうございました。